どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グール、ダークを引き続きやっていきたいと思います。見てもらったらわかる通り、かなりパーティー構成変わりましたね。ログインボーナスで手に入る SSR なんかの80個のそのピース、80個くれて、捜査官か、グールかなから1枚選べるんですけど、SSR ただで。まあ、数自体は少なくてですね、捜査官4体、グール4体。で、グール4体の方は青霧だったのかな。青霧の中、タタラとか、ノロとか、アヤトとか、半角ジャヤモリとかいたのかな。で、捜査官の方はね、確か黒岩、篠原、イグザリマ、あと1体が誰かわかんないんですけど、ああ、まあ、この中だったらイグザリマかなと思って、僕はイグザリマを交換しました。ちょっとチームの方見ていこうか。今のチームが、ヨモさん、SR のヨモさんと、イグザリマですね。イグザリマと SR のカネキですね。で、このアリマがね、かっけんすよ。まあ、3D モデルちょっと、微妙かなと思ったんですけど、この 2D が見てこれ。2D のイラストもね、ちゃんとあるんだよね。これ、いいよね。で、このなんか、フィギュアみたいな感じ。下にこう、ほら、なんかこう、土台みたいなのがあるじゃん。フィギュアみたいな感じがまたいいよね。で、これあれだよね。エトと戦ってる時かな。エトのカグネが下にぶっ刺さってるよね、何本か。多分これエトと戦ってる時だと思うんだけど。いや、めっちゃかっこいいよね、これ本当に。ということで、こいつ交換して分かったんだけど、バカ強え、こいつマジで。負けない。全部オートでいける。まあ今回は手動で操作するんだけど、ちょっとね、いつもこの、まだストーリーこの3章までしか進んでないんだよね。3章までか、までしか進んでないんだけど、全部オートでいける。まあ、オブジェクト全部壊しなさいとかさすがにオートじゃ無理だけど、敵だけがワンサか湧いてくるイベントは、とりあえずオートでいける。まあ、ちょっと見せていこうか。またこれ BGM がいいよね。で、イグザの突き刺しで、はい、全員死ぬっていう。火力やばくない？今までのレアとかノーマル使ってたなんか俺がさ、なんか、あれなんだけど、イグザの突き刺しと、これ、必殺技、こう、イグザがドドドドーンって突き出るんだけど、今ちょっと見えなかったな。あ、ていうか全員死んだわ。なんで？あれ？今なんで、向こうにもまだワンサがいるのに全員死んだんだけど。今何が起こった？イグザが向こうまで飛んでいったか？わかんない。あれ？向こうでイグザが出たのかな？ちょっとわかんなかったから別の行くわ。おら、ドゥルルッ。はい、ザン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 全員一発で、なぎ倒すっていう。おら通常攻撃はね、そんな連撃はできないんだけど、これも火力やばいから、ほぼほぼ一発で死ぬっていう。超強い。はいいや、マジ。他の操作官も使ってみたいけど、なんか、アリマのこの強さを知ったらどうなんだろうね。銃像とか使いたいけど、はい、終わったっていう。まあ、ステージ短いよね、このゲーム。基本的に。それか、アリマが強すぎて、すぐ終わっちゃうのか、よくわかんないけど。でね、結構、3D モデルとかも質が良くて、ちょっとこの銃像のとこ行ってみる。これ、ボスで銃像が出てくるんですけど、よっ。強っ。おらおも、もう、おもちゃみたいな敵が。速攻で倒れていく。このオブジェクトとかをかあの壊して赤い弾が出るのはこれ HP 回復ですね。で、これ2個目のスキル。まあ今、この左下と右上のスキルしか教えないんだけど、この2個目の。まあ吹き替えはこんな声ということでね。サソリ持ってますね。イグザこうやってほら、ガード、全部ガード。バカかっこよくない？で、はい、ドゥルル、やばい、これ範囲攻撃来るよ。範囲攻撃の後は回り込んで、イグザでズドンで、ラスト。えい、ということでね。アリマが強すぎて、全然銃像と戦えてないけど。あと、このゲーム何回かガチャ引いたんだけど、全然 SSR が出ないね。石がそんなに集まらない。まあ、ピース制度だから、どっかでまたピースがね、ガチャとは別に手に入るのかもしれないけど、まあガチャで当たりが出てキャラクターがね、SSR のキャラクターが簡単に当たるようなゲームではないですね。イベントちょっと行ってみようか。見てみる？これね、なんかコクリアのイベントやってて、ずーっとほら、下から今ちょっと登ってきてたんだけど、普通にね、クゼンの 3D モデルとかいるんですよ。めっちゃすごいと思った。え、クゼンの 3D モデルあるんだと思ってね。でガーって上からリゼとかいるね。黒犬とかいた。ここで28階でカネキと戦うね。
上まで行くと何があるのか。あ、ここで半角じゃ、ステージ44で半角じゃヤモリが出てくるね。もっとやべえ敵、あ、アリマもいるね。エトとか出てこんのかな。銃像、しかもこれあれじゃん、戦闘服銃像じゃん。そうだよね。戦闘、あ、でも見て、このステージ61のアリマ起床と、この上にあるステージ71のアリマ違うな。こっち鳴神かな。上の方に行くと、なんか違うアリマ起床しかいないね。あ、ひなみ、かわいい。あ、このゲームね、ひなみのね、イラストがめちゃくちゃかわいい。あれ、100回以上ある。あやとじゃん。あ、しかも、二刀アリマ出てきた。二刀捜査官時代のアリマ出てきてるじゃん。へえ、いや、結構、あ、でもこれ112より上見えないけど、なんかちょっと道が続いてるっぽいな。ここまで行かないと見えないんだろうか。まあ、ちょっと行ってみる？なんか一個。俺さっきずーっとオートでここ上がってきてたんだけど、なんか行ってみようか。ステージの作り込みは結構いいっすね。なんかインボケってその場所から動けないじゃないですか。でもこのゲームだと、そのコクリアの中走り回れるんで、なかなかいいっすね。ほら、最初の登場シーンもね。やばい、危ないよ、範囲攻撃。危ない危ない危ない。これ中国版の、東京グルのゲームより全然おもろい、こっち。来てるよ。はい。これ、ボスで出てくるのは、入見さんかな？よいしょ、オッケー。あ、めっちゃ血も出るんだ、これ。血がぐしゃぐしゃって。あ、何あれ、爆弾持ってる。やばい、爆破するぞ。自爆兵か。ズズズン。多分自爆する前に倒してしまえば爆発はしないんだな、あいつ。あ、また爆発性だ。やばい、爆発する。離れろ、俺は離れる。あー、爆発した。めっちゃ食らってるな、金木とヨモさん。まずいぞ。最後俺一人で戦わなきゃいけなくなる。ガードしよう。あ、これ自爆、あ、来た、入見さんだ。かっこいい 3D モデル。危ないよ、イグザでズドドドドーン。当たったのかね、今の。よいしょ、はい、はいっと。あ、最後金木はとどめさせたっぽいな。いや、俺か、俺だった。いや、なかなか自爆兵のせいでね、 HP が削られて星が取れなかったりするんですけど、この3つのミッション、今2つしか星取れてないですけど。まあ、イベント結構いっぱいやってるんで、ここら辺はね、レベルが解放、ね、レベル制でこう解放な。これやりてえな、これ。これ絶対ボス戦でしょ。マジでやりてえ。で、なんかね、PVP もあって、どこだったかな、アリーナかな。まあ、これは基本的にオートバトルですね。しかも 3D が動くオートバトルなんで、やってみる。どうやっていくんだろう。あ、これか。あ、ちげえわ。どうやって行くんだ？あれ？これ。あ、チェンジ。あ、これか。チャレンジ。基本的にオートで動くんで、インボケであった、逃走とか、あれはね、あれと同じだと思ってもらえれば、今、配置とか変えられないけど、こっちは戦ってるところがちゃんと見えるからね。かっこいいかっこいいかっこいい。敵は10日に金木、あと1人誰だ？あ、8だ。勝ちましたね。まあこんな感じで。ただアイコンが動くんじゃなくて、こっちは 3D のモデルがちゃんと戦ってくれるよっていう。よーし。まあということで、こんな感じですかね。はい。今回はですね、特別になのかわかんない。2周年記念なのかなんかわかんないけど、ログインでもらえる、SSR のピース80個ですね。そう。80個集めると SSR 解放できるんですよ。キャラね、そのキャラのピースを80個集めないといけないんですけど、まあ何にでも交換できる、なんていうんですかね、ピース80個で有馬起床を解放して、イグザ有馬ね、使ってみたらめちゃくちゃ強くて驚愕みたいな、そういうタイトルではあげないと思うけど、そういう動画でした。じゃあまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。